クイーン好きっていうブランドはなくて、いろんな自分好みの服とかバッグとか買ってます。友達に女の子っぽい部屋だって言われます。週に1回ぐらい鳥貴族に行ってます。一眼レフ1問目よりかは緊張とほぐれたと思います。ありがとうございます。